2024年7月24日。今日は土用の丑。17時44分。今、雷が鳴って、雨が降り始めていますが、随分先ほど雷が鳴りました。で、四十五雨的にガーッと、雷が襲ってきました。わけいかず、水の神様がですね、ああ、天から降り注いでいるような状況でありました。久しぶりに、今日は少しゆっくりしたんですが、まあでも、午前中に、楽園学会の、提案者である椚田新さんが家を訪ねてきて、まあ、祇園祭の中、ずっと車で、吹田から我が家まで来てくれて、1時間ちょっといろいろと話をしておりました。その楽園学会のことを含めて、もう一回、この数日間を振り返ってみたいと思います。画面共有というのをやりますね。これで画面共有されているでしょうね。あらら、平田あずさねって出ましたね、いきなり。まあ、しあさって、平田あずさね学校、伊吹の矢の学頭に昨年任命されたので、第7回目の講義をですね。すごいね。雷の音が、バーって聞こえますかね、皆さん。平田篤胤は19歳で決死の覚悟で秋田藩を脱藩して江戸に出た。何をやりたかったんかな。で、27、8歳。まあ、それから10年後ぐらい、元利宣長の国学に出会うんですね。まあ、19歳ぐらいの時に、もう本当に苦労して、脱藩して江戸に出る。あれが、4月8日だったか。もう本当に意地の中ですからね。死にかけていたと思うんですよね。そして江戸に出て、火消し人夫とかいろいろしながら、元利宣長の国学に出会って、没後の門人。まあ、夢の中で、こう、元利宣長に入門許されたみたいなことを主張して、30歳頃に、まあ、門人になった。元利宣長の息子である、元利春には門下に入った。で、その後、文化年間に37、8歳の時に、ガーッともう、神がかり的に、そのビジョンが、まあ、自分の中に湧き起こってきて、孔子成文、玉の御柱などを、書き上げていくんですけれども、ちょうどその、玉の御柱を書いている最中、本にしていく、その、過程で、妻、愛妻の、背を、折瀬、セオリズ姫をちょっと裏返したように、セオリを裏返したように、オリセをなくすんですね。そして、そのオリセとともに、その、元宣長の山室山のお墓の中で、春になったら桜を、秋になったら紅葉をめでて、そして、甑島の山と心を一とわば、浅井におう山桜花、みたいな、そういうものの流れも含めて、いろいろと、あの世でですね、師匠と共に、仲間と共に語り合おうみたいな、そういうような、死後のビジョンみたいなものを、
浜の宮社の中で最後の方に書き記すんですね。で、元就の映画自体は何度もここで、京都文章大学で言っているように、死後については深く考えないのが神道の、一つの姿なんだよ。それに対して、いや、師匠、それは違うでしょう。死後のことが分からなかったら、本当に大和心の静まりっていうのはないんですよ、というところから、探求がどん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 深まっていって、文政年間47、8歳には、ここに読み子、宣教、異文、和五郎、再生、気分など、フィールドワークや姿勢研究の走りでもある聞き取り研究をしていく。それと同時に、吉家系譜伝、つまり吉田神道の、系譜はどうであるのか、卜部神道はどうであるのか、八家神道がどうであるのか、要するに、神道の家元みたいなところから、平田篤胤は結構嫌われていたんだけどね。嫌われていた平田篤胤が、そういうところの学徒職のような、番頭職のようなことをちょっと頼まれてやる。ちょっとその辺も平田神社の、伊吹の学徒になった神田東寺に少し似ていますよね。私は70代になってそういうことになりますよね。その後、天保年間50代の後半、暦学で、その暦のことで江戸幕府を批判する形になったんで、天朝暦とかそういうそのものを作り、この、カレンダーというものは知性の根本になるので、時間と場所ですからね、政治というの。時間をどうコントロールするのか、仕組むのか。そして場所をどういうふうに守るのか、保持するのか、それが政治の要諦になりますから、そこに国民がいるわけですよね。で、生活があるわけですよね。ですから、時間と空間を担保するっていうのは政治の一番真髄、肝要にあるので、その時間の問題、暦学の問題を取り上げて、江戸幕府を批判し、暦っていうものを、カレンダーっていうふうなものをどういうふうに位置づけるか。これで、睨まれていくのかな。そして最後が、古事本事経という、彼の、言霊言語学という、神代文字言語学。こういうふうな、言語学を、最後にまとめて、66歳で著述、差し止めになって、地元の秋田に強制送還されて、晩年2年ほど、著述差し止めですから何もできずに亡くなっちゃう。そういう平田篤胤にとって、この世は何でやったのかな？楽園はあの世でやったのかな？そんなようなことも、考えながら、この一週間ほどを過ごしました。楽園学会は今年、7月15日から、今日が最終日ですよね。7月24日水曜日まで、入場無料で、ギャラリーオーブという人間館1階の、一番いい、ギャラリーで、京都芸術大学で、楽園学科芸術展というのをやっているんですね。そこに私も4点出品しておりました。それはそれとして、ちょうど、前期の終わりに当たっていたので、結構人の出入りもあって、いろんな人に見て、もらえたようであります。で、ちょうどその真ん中辺、の土日を使って楽園学会の第3回の大会がありました。これは学会として有料の試みで、詳しくは、YouTube 配信されたり、アーカイブ配信もされているでしょうかね。有料で申し込んだ方にはそういうふうなことがあります。で、おととい、7月22日月曜日には、大重祭りというのを例年、大重純一郎の命日にやってきたので、
これまではほぼ久高島でやってきたんです。一回だけ、2018年に天下弁財天社でやったことありますが、今年は京都芸術大学、大会一室を借りて、大会一室を3日間借り通したわけですね。で、大重祭りを行いま、やりました。この楽園学会のこの3つの催、まあ、しは、皆おもろかった。実に怪しかった。で、私から見たら、誠に真っ当でした。おもろく怪しく真っ当。まあ、これは私にとって楽園を考えていく上でのキーワードにもなります。怪しい。おもろいっていうのが何よりも大事ですよね。おもろくなかったら楽園じゃないと思うんですよね。おもろいなぁって、誰もが何か思える。でも楽園っていうのは、この楽園学会の今回の英語のタイトルが Sense of Wonder になってましたけど、私に言わせると Sense of Wonder って、おもろいなぁと、怪しいなぁ、不思議やなぁ、怪しいっていうのは不思議っていうことですよね。なんか不思議やぞ。なんか神秘的っていうか、変な感じ。それはいい意味で違和感でもあるし、いい意味で、こう、神秘感でもあるんですよね。で、好奇心を駆り立てるみたいな。で、おもろいものと怪しいものっていうのはかなり被ります。で、これが、本居宣長から言えば、もののあはれにもつながるんだけれど、おもろく怪しい。平田さん的に言うと、もののけになるわけですよね。もののあはれにせよ、もののけにせよ、これらを探索する、探求するっていうことは、あるいは表現することは、実にまっとうな人間的な営みだと思うんですよね。ですから、この楽園学会がやっていることは、おもろく怪しく、まっとうやった。まあ、そのように言えると思います。で、来年どこでやるかはまだ決まってませんが、来年もおもろく怪しく真っ当にやってほしいですね。心からそう願います。で、その楽園って何っていうことを楽園学会のホームページはこう定義しました。楽園っていうのは場所や、プラスウェルビーイング。だけど、楽園というのを場というだけ定義すると間違いよね。楽園っていうのは今どこでも起こるんだから、関係性でもあるわけですよね。リレーションシップみたいな。楽、縁は。で、ウェルビーイングは間違いないとも言えるけど、綺麗に過ぎるというふうに。だから私は別に楽園っていうのを、おもろい、怪しい、まっとうというふうに、もうちょっとこう噛み砕いて言いたい、ね。場所とウェルビーイングというふうに定義すると、ちょっと硬すぎるかな。様々な分野の研究者の研究発表、学科解析セッション、楽園騒動、楽園の社会実装に向けた研究者交流の場。まあ、これは間違いないことですけれど、ちょっと硬いよね。楽園というのはもっとこう、和らげていいんじゃないのか。噛み砕いていいんじゃないか。もっとおもろく開いていいんじゃないか。もっとガン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 、軟体動物のようにしてよというふうに。そんなに恐れることないし、誰に気兼ねすることもないし、もうぐしゃぐしゃの軟体動物にしてよと言いたくなる。今日は、これからうなぎを食べます。同様の牛の日ですから、今日はうなぎをこれから食べて、楽園の社会実装に向けた、ちょっと元気を、ウェルビーイング的に、がん患者が、うなぎを持って、脳からですね、土星に向けて、木星に向、火星に向けて、ちょっと発信してみたいんですね。私のこの脳髄の10本のウッドサークル。この中に麻痺石がありますから、麻痺石からビャーンとですね、ちょっと這い上がっているこの辺に麻痺石がビャーンとあるわけですよ。
まあ、そこからちょっと後ろに向けて発信したいな。おもろく怪しい。まっとうな。まあ、この地球上のどこからですね、ピピピピピピピというのが発信されて、こういう曼荼羅は一種の造作装置ですね。まあ、パスワードみたいなもので、そのパスワードを使って変換されて、ピピピピというふうに、いきますね。で、おとといは大茂祭りというのを行いました。大茂祭りはですね、今まで、久高島でやってきた、先ほど言ったように、2018年だけは天下弁財天社の、三種殿を借りてやりました。で、今年は、京都芸術大学弁天観音二階の大会室で行いまして、午前中に、ペールブルドット、西島浩二監督が、ガヤシンフォニーを、一緒になって、辰丸仁さんとやってきた方ですね、西島浩二監督が作った97分の2024年度に、公開されたもの、君が微笑めば、その後どういうふうにするのか、最後まで見たらわかります。これ種明かしになるから言いません。君が微笑めば、楽園が開けるんですがね。それを、西島浩二監督は何と言ってるか。夜中の素敵なんですよ。君が微笑めば、まあ、おもろく、怪しく、まっとうという世界が実現するんですけどね。それが、ペールブルドと、青白い天。その、出演者は、チェンコバ・ルミアナさん、ブルガリアの研究者、水の科学の研究者、宇宙物理学者のサジ・ハローさん、天下は大弁財天社の名誉宮司、大宮司である柿坂幹之助さん、で現在の天下は大弁財天社の宮司である柿坂正隆さん、ナレーションを内田弥生さんが進めている。で、上映が終わりました。1時間40分。で、その後すぐ出演者の重要人物、キーパーソンであるルミアナ・チェンコバさん。チェンコバルミアナさんかな？に、話をしてもらいました。その大会室で。で、西島浩二さんからも話をしてもらい、ちょっとそこで、意見交換をしました。30分ほど。で、12時過ぎにそれが終わりました。お昼休み、ランチタイムを約50分ぐらいとって、で、午後13時から16時50分までの3時間50分。まず96分、大重さんの久高オデッセイ第3部風章の上映します。今までもう何十回も見てるんですけどもね、なんか感慨深いものがまたありましたね。何度見てもというわけじゃないんですけれど、見るタイミングと見ている場所をが歓喜するもの。昨年の10月だったか、北海道大学の国際学生会館でしたかね。で、4本、大重映画の上映と、それからいろいろなトークセッションをやったんですけど、小田博さんが主催してくれて、そこの文化人類学教室の大学院生とか学部生とかがいろいろ手伝ってくれて、で、非常に良い、映画上映会と意見交換会が開催されたんですが、その時も非常にこう迫ってくる感慨深いものがありましたが、今回も、やっぱりタイミングと楽園学会の最中ということもあり、そして、京都芸術大学という場所もあり、そのすぐ裏が、に、瓜生山、その裏の瓜生山からずっと行けばもう比叡山にその直行
直行できますから、そのこともあり、私にとっては何とも言えない、こう身に迫るものがありました。そして、その上映が終わって、演出助手をしてくれた高橋次章さん、もともとは本名高橋愛さん、今僧侶になって高橋次章になる。で、現在、同志社大学の社会学部教授学科の准教授の奥井遥さん、京都大学名誉教授のナラティブ心理学の山田洋子さんの3人に、それぞれ十数分話をしてもらって、その後、コメンテーターとして、この映画を初めて見たルミアナ・チェンコバさん、それから第1部の監督であった西島浩二さんに、話をしてもらって、会場にいるもうほとんどの方々との発言を聞いていきました。そして、オンラインでつながっている方の話を聞き取れなかった、それが非常に残念ではありましたけれど、オンライン上映会でいろんな形で今までやってきているので、その中で参加してくださった方が結構おりました。ので、次回のオンライン上映会の時に、今、彼らの今回の楽園学会での、催しがどうだったかということを、次回のオンライン上映会の時に、聞いてみたいと思います。で、そこで、感じたのは、小西健吾さんが、ホワイトショーさん、円の人類学という、プログラムというか、プロジェクトを立ち上げたときに、シャレの好きな、かわいい、はよさんの息子、長男である河合敏夫さんが、これエンパワーメントだねって言って、それもらいましたって、エンパワーメントっていうふうなことを、小西さんは使い始めた、円の人類学という中でね。で、私はもう、何度も言ってるように、1985、6年ぐらいから、天下は弁財天下で、私は現代の円の行者になると、もう宣言しました。円の行者っていうのは、超能力を身につけることではない。縁結びやと。人と人を結びつけることによって、どれほどの力がその中で湧いてくるのか。もう一人ではできへん。一人で超能力をするなんて、もう時代遅れだとは言わないけど、ちょっともう時間がなさすぎる。そうじゃなくて、もうすでにあるものを結びつけるだけで、もうそれだけで、もうどれぐらいの力が湧いてくるのか、計り知れないよ。だから私はもう現代の縁の行者になって、超能力異常の力をこう発現するような場所を作ると、機械を作ると。東京女子大学もそうだし、天河曼荼羅実行委員会もそうだったし、猿田彦神社の開き祭りもそうだったし、京都面白大学もそうなんですが、基本的には縁の行者の行だという位置づけなんですね。私のやってることは、単なる学問じゃなくて、単なるアートであって、修行でありますから、これ自体が、病気でやることも修行だと思いますか。いろんな意味で、修行ですね。今、まだまだこう、すごい雷が鳴って大雨なんですよ。そんなようなことで、私、結構ですね、この数日間、あるいはその前、40度近い高熱が続いて、ちょっと体が動きが悪くなって、そのために比叡山にも行けない状態が、何日も続いていて、明日は比叡山に行くつもりでありますけれど、結構ですね、体の方は限界状況に、なっておりました。でも、体が限界になったとしても、心は限界ではないんですよね。魂ももちろん限界じゃないので、体の限界と心の限界と魂の限界っていうのを考えると、
むしろ体の限界に到達することが、心の深みや魂のチャンネルを開くということにもつながることがあるので、これはプラトンが言うように、体は借り物やと、まあ、一種の牢獄のように閉じちゃう。物質世界の中に人間をこう封じ込めてしまっているものがある。だから死ぬことはそこからの解放でもあると、こういう一面は私も感じております。だから、体に束縛されてない。体にかなり束縛されているという感じがしますね。重力とかね。なので、早く死にたいという気持ちもどっかあるんですよね。間違いなくありますね。この世のもうには未練はないっていうのか、この世ですべきことはもう全部やったっていう、もう本当に全部やったっていう思いがあります。もうこれ以上何を重ねるんやっていう気持ちもあります。もうやるべきことは全部やったよ。だからもういいでしょうという、お開きや、あとは遊んで暮らそうやろ。まあ、そんな気持ち。もちろん、そういう中で、ああだこうだというようなことが起こってきますから、その中で、こう、これをやった方がいい、あれをやった方がいいとかっていうのは、現象的には出てきてるかもしれないけど、私はもう本当に心からやり残したことはないと思っております。すべてやり遂げた。悔いはありませんという本当に思いなんですよね。でも、まあ、脳に転移した状態でそういう今の段階ですけど、末期がんになって、まあ、大重さんの末期がんの状態とかをこう見て、息を引き取る瞬間まで一緒にそばにいましたから、分かってますけれど、死ぬという時のこの状況のこう息が絶えていくと。その時まで自分がどういう思いを持ってね、体の中でこう痛みとか、この世の体から、家族にせよ、知り合いにせよ、別れていくということが、どういうふうなことなのかっていうことの、まあ、感情の性域とか、思いの性域っていうのはどうなるかを、それはわかりません。わかりませんけれど、私自身は、やるべきことを果たすべきことはもう、やったみたいな感じ。ひどいですけど、それは本当です。で、昨日電話しました。NHK 文化センターに、もう辞めたいと。辞めますと。NHK 文化センターで、日本書紀購読を今まで6年かな。7年はやってきたんですね、月1回。その前は古事記を3年間やってきました。もうほぼ10年やってきた。もういいですと。もう途中で、終わることになるんですけど、途中で終わってもいいと。もう本当にやったんだから、もう解放してくれよと言いたいですね。それにはこだわりません。いつ何時どういう形で、終焉を迎えたとしても、自分がやるべきことを、この世で、その時々の中でですよ、できることはやってきた。いわば、死に向かって生きている。で、死を公言として生きている。まあ、これは間違いございません。間違いありませんけれど、その中で、どういう一瞬一瞬を、どういうことをやるかっていうことは、もう自由だ。囚われるものはない。制約されることはない。自分のやりたいように、その都度のストレスを全部こうなくしていくような、そういうすがすがしい感に、まあ、着物を一枚一枚こう脱いでいくようにですね、
まあ、死に向かっていきたいな。さようなら。